まずは下半身、下半身がしっかりとした動きができれば、上半身がついてくる。やはりバッター立ってて、このピッチャー速いなとか、このピッチャー、球は速いけど打ちやすいなと、その中でやはり遅いピッチャー、スピードが出ないピッチャーが確かに速い球を投げれればバッターも速く感じるんですけど、これは今までずっと上半身のフォームに入っています。このボール、この白いボールをプレートですけど、はい、このディスクでは、ピッチングを指導したいと思います。いくらキャッチボールで、しっかりとしたフォームで投げてても、今度マウンドに上がると、このマウンドでは傾斜があります。で、傾斜もありますし、バッターに向かって投げないといけない、相手に向かって投げないといけないということで、いろんな面で、フォームを崩しやすくなると思います。そういうところでやっぱりしっかりとしないといけないのが、メンタル面もそうなんですけど、やはりまずは下半身、下半身がしっかりとした動きができれば、上半身がついてくる。そういうところでまず下半身の、やはりキャッチボールの延長ということで、しっかりとしたフォーム作りというのはマウンドでも一緒です。はい、それでは実際にマウンドを使って、プレートフォームを伝えていきたいと思います。まずプレートですけど、好みがあると思うんですよね、この右端から投げるタイプと、そして、左のプレートを使うタイプ、これは好みだと思いますけど、右ピッチャー、一般的に右ピッチャーがやはり投げるときは、この右の方からやはり外への球というの角度を出すために、こちらから投げた方がいいんではないかなと、シュートを投げたりとか、インコースをこっちから、えぐって投げるというタイプのピッチャーは、左足から投げる、左のプレートから投げることもあると思いますけど、基本的には、右から投げるというのが基本ではなく、左肩が開く、遠回りすることになると、球回りがやっぱり速く、バラバラになりますから、そうなるとシュート回転がよくありますよね。一番、小学生、中学生に悩んでいる、シュート回転に悩むピッチャーというのは、体が早く開くか、早くもうバッターにこの体を見せるか、開くことによってこことここが早く開く、で、球が速いからシュート回転になる、そういう傾向が一番多いと思いますから、キャッチボールでずっと言ってたように、はい、体感速度を上げるということで、やはりバッター立ってて、このピッチャー速いなとか、このピッチャー、球は速いけど打ちやすいなと、そういうことを感じたことがあると思います。その中でやはり遅いピッチャー、スピードが出ないピッチャーがバッターが速く感じる、そういうことも、経験あると思うんですけど、それは今までずっと上半身のピッチングフォームにあると思います。確かに速い球を投げれればバッターも速く感じるんですけど、このボール、この白いボールをバッターが
見えない。見えなければなるべく見えないフォームで投げるとバッターというのはなかなかタイム取れません。それがこういうフォームでもここでもう白いボールが見えるってなるとバッターはタイミング早く取れます。まあプロ野球選手でも5年から投げて150キロ投げるピッチャー、白いボールが早く見えて150キロ投げても簡単に打つ、そういう傾向も出てますし、遅いピッチャーでもしっかりここ隠れて最後の最後まで白いボールが見づらい130キロのまっすぐを詰まる時もあります。それはフォームの問題でもありますし、やっぱりいかにバッターが見づらいフォームで投げてくるかっていうので、今までずっとキャッチボールからやってきた中でやはりこういうフォームじゃなく見えないように近いとこから出ていく、そういうフォームを身につけていきましょう。それによってこのフォームで150キロ投げると本当に速いバッターからして感覚だと思いますし、まあ、これとこれの違いのだと思います。あとそのためにもいくら近くここを投げても早くボールが見えてしまうと全く意味ありませんし、強い球というのはやはり小指隠れながら小指から投げてこういうボールの方が強い球になる。